先行委託高校ユーマ平手まりのウェディングファイブ。多分セックス依存症、おうおう、まずはそれが悩み。最近思ってる下ネタの悩みを全部言います。はい、昨日はギリギリ治ったけれども残りすぎてなんかちょっと傷ができて、その後カスタペッタ。あ、人と人の相性、女男相性、それって最近思うんですけど、プッシーの香りじゃないの、プッシーの香りが好きか、そうではないか、それで人間これからお付き合いするかやっていくか決まるんじゃないか。 OK、 確かにお前は売れてんの、だとしてもそれでマンコ濡れてんの、それからラップで飯が食えてんの、おい、こいつ見せのよりもスタイルがブレてんぞ。俺と分かった時だけ下ネタ言うやつとかマスクマスク言えばみんな感じだぜ。残念と思ってるよ、待って、痛くは痛くない、俺のチンコのサイズは規格外。大丈夫、ブレてるんじゃなく引き出しが単に多いだけ。1日5人は DM ナンパみたいなラッパーなのか、そうじゃないのかはさておき、いい感じに今日も帰ったら誰でしころう、誰でしころう、本田七海が好きです。俺は本田翼が好きです。それからもちろんまるでチンポコの長さが売りです。今日大丈夫か、いいじゃねえよ、家で抜いてろ、うん、もちろん俺で抜いてろ、俺の顔を見て抜いて、まるでお前のメガネにガシャーとかしたいぐらいな感じ。ガウパーガウパー、やっぱユーマってさすがだと思うよ、だからやってくぜ、このスタイルを誇るよ。渋谷を越えて恵比寿の真っ白で幽体ピースをバギナへ。スロー、やばいわ、いろんな意味でやばいわと思ったもんで、ガッチマスお願いします。ワンタン欲しい、ワンタン、まあ判定はね、もしかしたら延長になるかもしれない、まあね、もしかしたら延長になるかもしれないので、まずは判定聞いてみましょう。先行委託、高校ユーマ、勝者ユーマ、委託のリアクションお願いします。委託君はね、この後ライブもバッチリやるんで、バッチリライブの方もお願いします。ライブ最後するのと、あとまあ、物販の CD も売ってます。自分のアルバム、まあ、1枚2000円なんで、欲しい方いたらぜひ声かけてください、よろしくお願いします。この後ライブもあるんでね、バッチリ委託のチェックお願いします。それでは次の試合いきましょう。